紫の女王の手紙は子息の源の中将が持ってきた。花園の胡蝶押さえや下草の秋松虫はうとく見るらんというのである。中宮はあのもみじに対しての歌であると微笑して見ておいでになった。昨日招かれていった女房たちも春をおけなしになることはできますまいとすっかり春に降参していっていた。うららかなうぐいすの声と鳥の楽が混じり、池の水鳥も自由に場所を変えてさえずるときに、吹奏楽が終わりな急な歯になったのが面白かった。蝶は儚い風に飛び交って、山吹が柿の下に咲きこぼれている中へ舞って入る。中宮の助をはじめとして、お手伝いの天井役人が、手に手に宮の点灯を持って道場へ賜った。鳥には桜色の細長、蝶へは山吹重ねのお出しになったのである。偶然ではあったが、かねて用意もされていたほど適当な賜物であった。霊人へのものは白の一重ね、あるいは巻き絹などと差があった。中将へは藤の細長を添えた女の装束をお送りになった。昨日は泣き出したくなりますほど羨ましく思われました。胡蝶にも誘われなまし心ありて八重山吹を隔てざりせばというのであった。優れた騎女方であるが歌はお上手でなかったのか、他のことに比べて遜色があるとこの御贈答などでは思われる。昨日のことであるが、招かれていった女房たちの中宮の方から来た人たちには衣装の面白い贈り物が贈られたのであった。